ヒンデンブルク号爆発事故、ヒンデンブルク号爆発事故、ヒンデンブルク号爆発事故、ヒンデンブルクディザスターとは、1937年5月6日に、アメリカ合衆国ニュージャージー州、マンチェスタータウンシップにある、レイクスト海軍飛行場で発生した、ドイツの公式飛行船、LZ129 ヒンデンブルク号の爆発、炎上事故を指す。この事故で、 乗客35人と地上の作業員に1名、合わせて36名が死亡、多くの乗客が重傷を負った。映画、写真、ラジオなどの各メディアで広く報道されたことで、大型公式飛行船の安全性に疑問が持たれ、飛行船時代に幕が下ろされるきっかけとなった。1912年4月14日に起きた、イギリスの豪華客船タイタニック号沈没事故。 1986年1月28日に起きたアメリカのスペースシャトルチャレンジャー号爆発事故などと共に20世紀の世界を揺るがせた大事故の一つとして知られている。公式飛行船の第1号は1900年の LZ1 で1909年には飛行船による航空輸送を行うゼッペリン飛行船会社が設立された。 公式飛行船の設計が優れている点は、不要用水素ガス袋と船体構造等を分離した点にある。従来の軟式飛行船はガス袋そのものを船体としていたため、変形しやすくなり、高速飛行は不可能であった。公式飛行船はアルミニウム合金の多角形横材と縦通り材で骨格を作り、長線で補強し、その上へハフ、アサ、または 綿布を張って流線形の船体を構えしガス袋を横材管に収めた。このような構造を持つ公式飛行船は船体の外形を保持することができ飛行機よりは遅いものの駆逐艦には追尾できない高速特急列車と同程度を発揮した飛行船は実用的な空の輸送手段となった。公式飛行船の優れたもう一点は 大型化を可能にしたことである。飛行機と違って、チェッペリン飛行船の浮力は、寸法の三上である体積に比例し、一方、構造重量は、大雑把に球体とみなすと、構造材の量は表面積によると考えれば、寸法の事情に比例するので、単純に寸法に比例して、搭載貨物を増大できる。第一次世界大戦中には119隻、建造されて、 偵察や爆撃などに用いられたが、空爆による軍事工場破壊や国家そのものに与えるダメージだけで、なく、空を舞う奴的な飛行船を見せて、敵国の市民の戦を削ぐことも視野に入れられていた。ただし、軍事行動中に撃墜されたものもあり、またそれ以上の数の飛行船が悪天候で遭難した。また、服用機の台頭に伴い、次第に戦火が挙げられなくなる。 第一次世界大戦後の1928年、チェッペリン飛行船会社は、LZ127 グラーフチェッペリン、チェッペリン白号を建造して、世界一周に成功。この時は、日本、茨城県霞ヶ浦を含めた世界各地に寄港し、各地を熱狂させた。しかし、そうした公式飛行船の黄金期は、突如として幕を閉じる。 LZ-129 ヒンデンブルク号は、マックス・ブルス船長の指揮の下、ドイツ・フランクフルトを立ち、現地時間5月3日20時20分、アメリカ東部時間5月3日14時20分、日本時間5月4日4時20分、2日半の大西洋横断後、現地時間、アメリカ東部時間1937年5月6日19時25分、日本時間5月7日8時25分、 ベルリン・フランクフルト時間5月7日1時25分頃アメリカ・ニューヨーク近郊のニュージャージー州マンチェスター・タウンシップのレイクハースト海軍航空基地着陸の際に尾翼付近から突如爆発。ヒンデンブルク号は炎上しながら墜落し、乗員、乗客97人中35人と地上の作業員1名が死亡した。この時の様子は写真。 映像及びラジオ中継により記録され、現在も事故直後の様子を知ることができる。また、映像技術の発展に伴い、モノクロ映像だったヒンデンブルク号の映像を処理してカー化されたものも出ている。事故発生当時は、水素ガス因果による爆発事故ということで、不要ガスに水素ガスを用いるのは危険だとする説が流布された。セッペリン社は、 原因については一切公表しなかったが、濡らした外皮に電流を流して発火させる実験を行い、外皮が事故の原因であるとの結論に達していた。この事実を、チェッペリン社が公表しなかったのは、保険金の問題もしくは、国家社会主義ドイツ労働者等の圧力が原因であると考えられている。その後、チェッペリン社は、外皮塗料を改良した新型機を製造したが、 アドルフ・ヒトラーの指示により解体された。その後、1997年に NASA ケネディ宇宙センターの元水素計画マネージャーが、当時の証言、映像分析、そして実物の外皮の分析により、事故の原因は、ヒンデンブルク号の船体外皮の酸化鉄、アルニウム混合塗料、テルミットと同じ成分であるであると発表した。彼の説は、 ヒンデンブルク号の飛行中に蓄積された静電気が着陸の際に着陸用ロープが下ろされた瞬間に外皮と鉄骨の間のつなぎ方に問題があったために十分に電気が逃げず電位差が生じて右舷側尾翼の前方付け根付近で放電が起こったことから外皮が発火、炎上したというもので現在ではこの説が有力になりつつあるこの場合 不要ガスが水素でなくヘリウムの場合でも飛行船の外皮は炎上する。ただし、水素と違ってヘリウムは爆発しないので被害は少なくなる。以上の説は、1999年に、イギリスの制作のテレビ番組シーク c ッツオブザデッドホワットハプンドツーザ・ヒンデンブルグで、ベイン自身の解説とともに取り上げられ、日本でも、翌2000年6月16日に、 NHK 総合でドキュメント地球時間ヒンデンブルク号豪華飛行船の悲劇として放送された。また、ドイツ政府の工作員による自爆テロだったのではないかという陰謀説もある。当時、飛行機の実用化を進めていたドイツにとって飛行船はもはや時代遅れという見方が強まってお、大衆の目前で飛行船の危険性を印象づける。 ことで航空機への転用を図ろうとしたという理由であるが、この説には証拠となる証言や物的証拠は一切存在せず、セッペリン飛行船製造会社と当時ドイツの政権政党であった NSTP は仲が悪かったという状況証拠のみを根拠としている。また、ヒンデンブルク号はドイツの威信を象徴する乗り物であり、さらに外遊先の敵国アメリカで大事故を起こし、 全世界に集体を晒すことなど、国家の対面を非常に気にしていた、ヒトラーやドイツの NSTP 政権が許すはずもない、ため、NSTP を嫌うチェッペリン社社長、エッケナー博士の破壊工作という説もある。この事故の後、飛行船の安全性に対する信頼は打ち砕かれ、水素で満ちた飛行船による旅客輸送は許容されなくなってしまった。 例えば、世界一周の偉業を遂げた LZ127 は、事故の1ヶ月後にその役目を終え、博物館に収蔵されることになった。また、ドイツ国内の他の飛行船も、第二次世界大戦の勃発とともに、相次いで引退、その生涯を終え、飛行船時代に幕を下ろした。1940年3月、ドイツ空軍元水であったヘルマンゲーリングは、 残るすべての飛行船の破壊を命じ、アルミニウム製の部品をドイツ戦争産業省へと供給した。一方、アメリカ海軍はドイツ海軍の方針を引き継いで、チェッペリンが多飛行船を採用したが、採用について不要ガスにはヘリウムガスを使用した。しかし、アクロン号をはじめとして、ほとんどが好天で難破した。1975年。 ユニバーサル映画がこの史実を人為爆破説に基づき映画化した。ロバート・ワイズ監督、ジョージ・シー・スコット主演でタイトルはそのまま、ヒンデンブルク。飛行船内部の詳細な再現に加え、爆発後のシーンに実際のニュースフィルムが用いられたことも話題となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。